このチャンネル2回目の登場です。だれやめさん、京都江町のだれやめさん行ってまいりました。何を食べても美味しいという、噂の、居酒屋さんでございます。でメニュー見てたんですけども、そうそう、突き出しがここすごいいいんですよね。ちゃんとがっつり一品の、で通用するような魚の焼き魚が出てまいります。これ本当にもうこれだけで焼酎 2,3 杯飲める感じでございます。で、常連の、お友達の東堂さんという方がおられるんですが、東堂さんおすすめのもも肉、甘露醤油にんにくえ、これがっつりうまいです。マスターが鹿児島出身だそうで、多分鹿児島の甘い系の醤油だと思うんですけども、これも丼にしても絶対うまいやつですね、本当に。でちょっと2軒目だったのでもう締めに行っちゃってるんですが、卵雑炊、これもおすすめ、常連さんにおすすめいただきました。これこのままプレーンで食べてももう本当にだし巻きをずっと食べてるみたいな美味しさということで、本当に美味しい。でこれです、あーもうこれたまりません。追い卵じゃないんですけども、初めからついてるんですけれども、こんなことしたらもう卵寿司にはもう、たまらんというか、もう絶対美味しいやつでございます。でこの部分の、このよくかかった部分のこの部分のこの部分をいただきまして、おー、また食べたいです、これうまいです。でですね、まあ常連さん、女の子とか、若い男の子とか、まあ、4、5人で、いたわけなんですけど、ポン酢つけると、すごい、味変してまた美味しいということで、食べたらこれもうまい。で山椒もこうね、七味も冷蔵庫にちゃんと、入れて、保存してあります。でイケメンの、鹿児島九州男児、いかにも九州男児という、ダンディーな、マスターなんですが、YouTube で写ってもいいという話だったので、写真動画撮ってるとこんなことされてますが、全然こんなことされるキャラではありません。もうダンディーで本当に かちょいマスターでございます。場所は、円町の西尾寺下がった、大志道をちょっと東に入ったところです。あ、美味しかったです。ここ本当に美味しいので、行ってみてください。ちなみに焼酎一升という焼酎のソーダ割りが僕はおすすめでございます。それではまた明日です。ありがとうございます。そうそう、刺身も美味しかったので、ぜひぜひ。